自宅からテレワークでアイドル活動。新型コロナウイルスの影響でライブやイベントでパフォーマンスを披露することができなくなったアイドルたちが自宅からの生中継やリモートダンス動画の公開などで活動している。ファンと静の時間や空間を共有することで人気を得てきたアイドルたちは現在の状況に何を感じているのか。5人組アイドルユニット神宿の羽島美希、リーダーと塩見キラにリモートでインタビューを行い、ウィズコロナでの活動の手応えとアフターコロナへの思いを聞いた。インタビューはゴールデンウィーク中に行った。2014年結成の神宿はグループ名神宿クミドの頭文字となる K イコールかわいい、かわいい、M イコールマックス、全力、Y イコールエール、応援、D イコールドリーム、夢、を届けるため、東京、原宿を拠点に活動中。コロナとは関係なく、握手会は行っておらず、楽曲やパフォーマンスのクオリティで人気を集めている。政府による緊急事態宣言発令の翌日となる4月8日に自粛に努めるため自宅でのテレワークを活動の基本とすることを発表した。リモート活動で新規ファン獲得もライブできずもどかしさ。まず今の活動状況を教えてください。羽島美希以下羽島、自宅からライブ配信をしたり、SNS でファンの方とコミュニケーションを取ったりしています。メンバーの羽島めいは、妹で一緒に住んでいるのですが、めいと一緒にケーキを作る動画などを制作して、公開しています。4月18日と19日には、過去公演、神宿5周年記念ワンマンライブ神が宿る場所、君が君らしくあればいいのさ、2019年9月29日、千葉、幕張メッセをはじめとする合計8本のライブ映像を YouTube ライブにて配信しました。私は、アイドルのファンというものは、ライブを見に来てくださった方の中から生まれるものだと、ずっと思っていたのですが、今、神宿には、過去の公演映像やリモートで行っている活動を、通して、新しく不安になってくださる方がたくさんいます。新しいファンの方が、ツイッターで神宿のことをつぶやくと、昔からのファンの方が反応し、ファン同士で仲良くなるということも起きていて、嬉しい限りです。ただ、動画配信などを利用したコミュニケーションも楽しいとは言っていただけますが、やはり、ライブに行きたいという声が多いです。ファンの方に会えない時期だからこそ、ファンの方にどうモチベーションを保っていただくのかが大事だと思っています。塩見キラ、以下、塩見、私は4月16日にデジタルリリースされた新曲、ザイルもの知らずの作詞を担当させていただきました。私にとって初めての作詞で、神宿としてもメンバーが作詞を手掛けたのは初めてなのですが、自粛期間中はより良いコンテンツを作るために家で新たな作詞に挑戦したりしています。ザイルもの知らずは自粛期間に入る前からネット中心のプロモーションを行う方針を立てていて、YouTube に馴染みの深い層に刺さるよう、メガボルトにもアニメーションを採用しました。スケジュールなどに若干の調整はありましたが、新曲のプロモーションとしては当初の予定通りに行っています。メンバーが初めて作詞を手掛けていることもあり、ザイルもの知らずは発表した瞬間から、ファンの方がネットを利用して、この歌詞はどんな意味なのだろうと盛り上がってくださりました。
だからこそライブでファンの方に披露することが楽しみだったのですが、それが叶わずもどかしさを感じています。ファンの方に会うことができない今は、楽曲をはじめ配信する動画など一つ一つのコンテンツのクオリティがさらに求められるのかなと感じています。ライブができないことは悔しいし苦しいのですが、だからこそ今できることにどんどんチャレンジしていかなければならないのかなと思っています。アイドルとファンが会うことの価値が高まっている。自粛期間中の活動を通してアイドルという存在について改めて感じたことは、しおみ、アイドルは会いに行ける存在という印象が今の世の中にはある気がしています。私自身ももともとアイドルが好きで、神宿に加入する前はテレビの画面で出会ったアイドルのライブに行ったこともあります。テレワークでの活動が始まってから、メンバーが日替わりで夜うつべライブを利用した生配信を自宅から行いました。1回1時間くらいのトークだったのですが、チャット機能もあり新規のファンの方も増えました。日替わり配信はやってよかったなと感じています。今はファンの方と会うことができないのですが、だからこそアイドルとファンが会うことの価値が高まっているのではないでしょうか。鹿島、アイドルは会いに行ける存在なのかと考えるとどうなのでしょう。ただ有名になってしまうとファンの方に会えなくなってしまいがちになる気がします。神宿は無名の頃から活動を重ねてきましたので、神宿にとってはファンの方と一緒にライブやイベントを行うことは当たり前のことですし、どんなに有名になってもファンの方と会える時、間を大切にしたいと思います。ステイホームの時間でも癒しの場所になれれば。最後にアフターコロナへの思いを教えてください。羽島、個人的なことになってしまいますが、私はライブで失敗してしまうことが多くて、ライブが少なければいいなと思っていた時期がありました。ただ、ファンの方の前でライブをするという、これまでは当たり前だったことが当たり前ではなくなってみると、ライブという場所はとても大切なのだなと感じるようになりました。同時に今のままのスキルではステージには立てないと思いますので、堂々とファンの方に会えるようにスキルアップをしたいと思っています。この状況が一生続くわけではなく、ファンの方に会える日は絶対に来ると思います。ファンの方に会えた時はその時間を思いっきり楽しみたいで、寿司、自粛期間中に神宿を支えてくれたファンの方や、新しく不安になってくださった方々に直接感謝を伝えたいです。しおみ、この状況がいつ収束するのかわからず、私たちも手探りで活動しているのですが、今は社会のみんなが協力していかないといけない時期だと思っています。ステイホームの時間の中で神宿が皆さんの癒しの場所になれればいいなと思いますし、私たちも今の時間を楽しみたいです。神宿は皆さんのことを悲しませることは絶対にしません。むしろこれからどんどん期待してほしいです。現代アイドルは会うことでより人気と知名度を高めてきた側面も持つ。神宿もライブやイベントを開催することができない。そんな中でも神宿は今できることに全力で取り組み、自粛期
間中もテレワーク活動で前進を続けている。アフターコロナを見据えて来年や再来年のライブ会場の確保なども進めているそう。リーダーの橋間は、今はメンバーで集まってダンスの練習などはできないのですが、ライブができる日のためにメンバーそれぞれが自宅で筋トレを行ったり、神宿の楽曲を流しながらダンスの練習をしたりしていますと話してくれた。コロナでの自粛期間中にアイドルとはと見つめ直す人もいるかもしれないが、神宿はブレることなくアフターコロナを目指して活動を続けている。神宿とは、原宿発の5人組アイドルユニット。2014年結成で、メンバーは一ノ瀬美香、橋間芽、橋間美希、塩見キラ、小山ひな。結成から5人で活動し、新メンバーの最終オーディションを兼ねた公演ライブ、ダムスタジアムプレゼンツ神が宿る場所、ここが私の生きる場所、2019年4月に9日東京豊洲ピットにて、塩見キラが加入。2019年9月29日には神宿5周年記念ワンマンライブ、神が宿る場所、君が君らしくあればいいのさ、千葉幕張メッセを成功させた。ユム所属。取材構成竹内道真ろ。1973年神奈川県横須賀市生まれ。法政大学文学部史学科卒業。印刷会社勤務後、エンタメ芸能分野でフリーランスのライターに。編集プロダクション株式会社ミニシアター通信代表取締役。第12回長塚節文学賞優秀賞受賞。